菓子ばかり詰まってるとか、誰かの頭ん中みたいだ。まさかとは思うが、お前浮気してないよな。今動揺しただろう。下手な言い訳する前に全部白状した方がいいぞ。最近隠れてやたらとスマホ見てるのを知ってるんだからな。しかも時々ニヤついてるし。俺で良くないか。それとも俺に足りないものをこのルイに求めていると。まあいい、好きにしろ。二次元の男に焼くほど俺は心の狭い男じゃない。だが知ったからにはそれなりの対応をさせてもらう。俺が今日から朝昼晩とお前を癒してやる。そいつが必要なくなるくらいに。侮るな。ルイにできて俺にできないわけがないだろう。眠そうな顔も可愛いな。早くベッドに行こう。夢の中でもお前に会いたい。
おい、反応がおかしいぞ。怯えたような顔をするんじゃない。そういうところも好きだよ。お前の全部が好きだ。愛してる。可愛いお前を誰にも渡したくない。ずっと俺だけのものに。なぜかわからないが気分が悪くなってきた。今お前の目の前にいる俺にしかできないことがあったな。ルイには到底無理な話だ。こうやってお前に触れていいのは俺だけ。これからもずっと。